続いては、大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてください。では、今日のお客様をご紹介しましょう。今年3月、最新の5本、世界のビジネスエリートは知っている教養としてのコーヒーが発売になりました。2014年のワールドバリスタチャンピオンシップでアジア人初の世界チャンピオンになりました。バリスタの 伊崎秀則さんです。はい、よろしくお願いします。よ,まよろしくお願いします、えー。まずご用意していただいた世界一のコーヒーを、まあねここスタジオだし、はい、コップもねあの <laughs> ちょっとね <laughs>、はい、あの,ね使,っのね使ってプラスチックでまあちょっとま。 全体で飲むもんだもんねコーヒーね。まああのそうですけどね。まあただまああのこうやってみんなさんであのコーヒー飲みながらまあ会話ができればそれだけでも違うと思いますんで。そうですか。じゃあはいはいどうぞ。嬉い。どうぞ。いただきます。じゃあ私も一緒にいただきます。ありがとうございます。いい結構濃い感じの。はい濃い感じでございます。あのホンジュラスのコーヒーなんですけどロスピノスっていう農園のえっとコーヒー持ってきました。ロスピノス。ロスピノス。それはね豆は高いんですか？このコーヒー 木は高いコーヒーですね。高いコーヒーです。高いコーヒーです。はい。なんでしょう。どうぞ。深入りです。しっかり濃いめで。ああ。私好き、これ。ああ、良かった。好き。ああ、いうことです。ありがとうございます。好きそんな酸味はないですよね。酸味はほとんどないですね。あの、苦味が結構強いと思います。ただ、まあ、その中でも。いやいや。でも、なんか、ほのかな酸味も漂ってくるよ、これ。あ、おっしゃる通りで。はい、はい。おっしゃる通りです。はい。 うん、全然コーヒーの味わからない人なんですけれどももっと言うとバカって <laughs> 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 それについては何も言いません <laughs> ま毎日飲んではいるんですけど <laughs> す、ね、全然詳しくないしわ、はい、からない,い俺もね毎日飲んではいるんだけどね、はい、そんなにね

こんなプラスチックのこう器で飲んでるな美味しいありがとうございます逆にじゃあなんかこう人癖あるようなのを飲むとうんって私たちなっちゃうってことですねまあかなと思いましたまあ普段私たちってちょっと一緒にしんだ俺とお前は全然違うんだ大竹さんだとそんなに分かんないでしょ分かんないけど俺が分かんないっていうのは謙虚も入ってるお前の分かんないっていうのは本質的に分かんないそれは全然違うんだでも美味しく頂戴していありがとうございますでもあれだねこれはい ちょっとこれだけあのガツってくるとそんなにたくさんはいらない感じだねこのコーヒー。だと思いますただまあ冷めてくるとだんだんとこの苦みも落ち着いてきてより飲みやすくなってくるんですがいいコーヒーって冷めれば冷めるほどおいしくなるんでゆっくり召し上がってみてください。あ,はい、あのねなんか近頃ね年取ってくると、はい、あれなんだよねなんかし下の唇とかがさ なんか皮薄くなってくんだよはあ、それであんまり熱いのね飲めなくなってくんだよねもうほとんどイタリア人なんだ笑うとこじゃねえぞほとんどイタリア人みたいな <laughs> イタリア人ってそうだイタリアはもう熱いの飲めないんだ <laughs> そうなんですか知ってますうんうん そうだと思いましたそういう話はよく聞きますがイタリアよく聞きますけどイタリアのコーヒーだからみんなぬるいじゃないあ、そうバールみたいなところそうなんだイタリア人難しくてぬるすぎると怒るんですよあ、そうなのぬるすぎるとこれぬるいよって熱すぎると熱いよって言って人それぞれ温度帯違うので結局正解は分かんないんですけどまあ民族としてねはいそうですね民族としてダメで言っちゃうそんなことはいはいはい えーとあれこのコーヒーになんでこう世界一っていう風になっちゃったのどっかの <laughs> どっかで世界一ってあの、うん、ワールドバレスタチャンピオンシップっていうあの世界大会があって世界各国で約60か国くらいの代表が集まってコーヒーエスプレッソと、まあ、カプチーノとかいわれるミルクビバレッジとあとは創作のドリンクを3種類作って。うんはいはい <で>うん、それの味と技術とプレゼンテーションで総合評価をされて一番点数高かった人が世界チャンピオンになれるって大会が毎年1回行われて,て、うんはいてそ,それで、はい、世界一チャンピオンになり とか、アジア系の人は、なんか一位には何回かなって、それとも初めて。その二千十四年は、私が初めてです。全ての大会において、アジア人は。アジア、アジアでは。アジアで。それまで、大体、何、ヨーロッパ。おっしゃる通りですね。ヨーロッパの。はい。ちょっと、ね。なんか。先民意識の強い感じだもんね。いや、なんか。おっしゃる通りです。あの。だから。ストレートで言うと。アジア人が受ゅするのかよ、みたいな。 ちょっとあるよね。いや、もうあります。あります。最初の、最高の段階から。あります。あります。はい。それを、くぐり抜けてというか。いや,いやいや、それを突破して。はい、それはすごいよね。いや,だいや、ありがとうございます。すみません。<laughs> いいややそうなんですよ、でもおっしゃる通りで、コーヒーってやっぱりね、ヨーロッパ圏だったりとか、アメリカとかで、いわば白人が飲むものだったので、なんかそういう文化圏の中でもともと、過去の世界チャンピオン見ても全員白人ですしね、そうだったんですよ、で、その中で、有色人種である、僕が優勝できたのは、本当にたまたまタイミングも良かった、言ったらコーヒー業界も、より多様な世界チャンピオンを求めていた時代、コーヒー業界としてもですね、多様性。多様性です。はい そういう時代の波もありました。ちょっとはあった。ありました。まあコーヒー業界ってかなりそういうのにはセンシティブで、まああのそれこそまあね LGBTQ の問題だったりとか、まああの人種の問題だったりとかには早くから取り組んでいた会なので、まあそういう意味でまあその世界アジアのマーケットの重要性というのも認知されていたタイミングだったというのもあったと思います。でも若いよね。その当時ははい24でした。ええ。はい。ええ。24でさそうですよ。24で。24で世界チャンピオンになりました。はい 世界の目ちょっと間違ってたなそんなことないいや間違ってたんじゃないかなとちょっと心配なる僕でいいのかなとこ思いましたそこでだって二十四でではそうなんですよはいはいここ中退だろうだっていやそうですよあのここ中退なんなら中国も頭似てるんでそうですよいやだからさやっぱそうなんだとやっぱなんかそういう壁なんかは結構乗り越えられるもんなんだね うん、だから、はい、そのなんか先駆者みたいになるわけじゃんだって、はい、アジアから行ってああい,いえいえいえ<あ>まあまあその先陣もたくさんの人がまあ今までチャレンジしてきてその結果としてポットでの僕が優勝できたという感じだったと思うんですけど、うんうんうん、はい。 やっぱりお父さんの力も大大大きききいいいででですすすか父のおかげだと思ってますよ。うんまあ本当にあの社会不適合をおじで言ってるような、うん、あの親父なんですけどただまあ,あのあ親父がコーヒーやってくれたからというのはあります、ね、同じ地社会不適合ってうあ、まあ、もう。まあ残念ながら認めざるを得ないかなという <laughs> やっぱりあの社会にもうまくなじめないのかなみたいな。はい、いやでも因 <laughs>、まあ、じゃないけどさ、はい、一本にやっぱり絞ってこういく人ってさどっかほ他の部分ちょっと欠落するよね。<laughs> <laughs> はい、はい、そうですね <laughs> そうですは、ね、<laughs> い,やいやじゃなきゃできないもんだって、うん、お父様はコーヒーを、まあ、ある日コーヒーはやるって言い出した人なんでしょだってああそうなんですはいもうあ,の、うん、ありがとうございますもうおやはもともと塾をやってたんですけど、うんうん、はいはい あの塾やってて、はいうん、まああの、ま、だんだんとモンスターペアレンツみたいなの増えてきたからもう嫌だっていう話になって、うん、もう塾やりたくないみたいなめんどくせえこいつらみたいな話になってでそれで親父が「一生懸命教えてる何も食ってるんだ」っていう話になって <laughs> もうやりたくないみたいなモードに入った時に昔から行ってたちょっとあのもうボロボロのコーヒー屋の親父さんに「コーヒー屋買わない」って言われてうん、うん、そのままままるっと全部じゃあ買うっつってて買う。うん 持って帰ったっていう,、うん、そ,うそれでコーヒー屋を始めたんで、うん、それの近くにもねコーヒー屋があってね美味しいんだけどね <laughs> その親父が死んじゃってねあ<ー>あいや本当にもうと本当にそのその店どうしてくれようと思ったよ俺も、うん、<笑><笑>いやそこまでの資金がなくてやらないですけどねいやいやそれでお父様は大変だったでしょう。大変ですね大変だったとお袋が一番大変だったと思いますけど<ー>はいはいはい、うん 金のない中でコーヒー屋始めちゃったわけでしょ。右も左も分からずに。はいそうです。はい。なんでそのコーヒー屋はうまくやってきたのお父さんは？いやいやあのまあ結局そのタイミングも良かったと思うんですけどまあ親父まあ小利性なんですよね。まあ昔からまああのジャズやってたり、まあ写真大好きとかまあいわゆるこうそういうこう 文化人近か大好きで、うんうん、そういう文化系のもの好きだったんで、うん、まあちょっと普通じゃないってことですかまあ普通じゃないんですよまあ要はねで、まあ、なんかその中でおやじが <laughs> あの凝り性なんで結構コーヒーもはまっていくわけです。どうやったったて美味しくなんなんい っていう壁にぶち当たってどうやったらうまくなるんだろうっていうことをずっとやってた時に出会ったのがまあスペシャルティーコーヒーと呼ばれるまあいわゆるこう高品質なコーヒーというものがあってですねでまあその高品質なコーヒーに出会ったタイミングでえこのコーヒーちょうどそれがねえっと日本のマーケットにおいて認知されてきたタイミングだからうちの親父の世代がまあいわゆるこうスペシャルティーコーヒーのまあいわゆるこうパイオニアなんですけどまあそういう中でマーケットを切り開いてきたということもあってまあ時代の波に乗れたというのが。 あるんじゃなないいかなと思いますでもそのおいしい豆を追求するにあたっては結構あれだよね博打を踏まなきゃおいしいコーヒーには当たらないよね。あ おっしゃる通りでいわゆる通常の買い方というのはいわゆる商社さんみたいなところからこの豆を60キロくださいで60キロ送ってもらってそれを月末で締めて翌月に払うとすなわち支払いサイトが30日くらいあるわけですねだからその間に豆を売ればいいんですそしたら代金回収できるこれあ結局現金商売のいいところなんですけれどもただの親父たちがやってることというのは本当にぶっ飛んだことやってました ダイレクトトレードっていう,、うん、1>, もう1年分の で在庫を丸がかするっていうあの本当とんでもなくクレイジーなことやるわけですね。クレイジークレイジーです。だからもう一年分の在庫先に買うんです。もう売れなきゃもう全部畳んで逃げるしかないみたいな。もうそういう買い方だよね。それを毎年やってる。でも当然お金ないんで、まああの借金もしないといけないですし、だからもうだんだんと多分麻痺ってきてもうどんどん額もね、当然大きくなればなるほど仕入れの額も大きくなってくるんで、もう万年金ないみたいな状況がずっと続く。 え、それは高いコーヒーって、はい、まあ、わかんないけど、数えるかわかんないけど。はい、キロ、なん、な、いくらみたいなことになるわけ。最高値だと百万とかあります。うん、キロ。1キ,ロキロ。あ、もう原価ですね。F. O. B. と呼ばれる。はい、原価で百万です。はい。 あのそれこそ日本だと茨城のサザコーヒーさんっていうねうん、うん、えところがありますけどそのサザコーヒーさんなんかももう世界で一番高い芸者うん、うん、いっぱい買ってますからもうそれこそだから3,000万円分くらいとかねこうあのコーヒー買ってるんですよだからマグロと一緒ですねそうですそうですマグロのあの、うん、にかける情熱と同じくらいの金額をコーヒーに払う人がいるということですなるほど、はい、そうかどっかの寿司屋と一緒だい買,い買いに行くんだって。 今年一番で初売りの買うぞみたいな、あ、に、似てます。はい、もうオークションがあるんです。高いのはやっぱ美味しいんですか。いや、素晴らしいですよ。素晴らしい。素晴らしいです。素晴らしいです。やっぱその人気になるだけの理由がある。ま世界中の審査員がそのコーヒーを飲んで、高い点数をつけたもの。なので、まあ、やはり、あの、世界的にも認められている、あの、素晴らしいコーヒーだということだと思います。はい。え、コーヒーって。はい。その、な伊崎さんの中では。 こんなんどういう意味なだだ不要不急じゃないもんね。うんそうですね。飲まなきゃ飲まないで済むしぐらいの感じが世の中にあるわけじゃん。あはいおっしゃる通りですね。これがねパンとかうどんとかだったらもう絶対食わなくちゃいけないじゃん。でも横にコーヒーがあっても紅茶があっても、まあ、別に大したあるじゃないじゃない,ゃないです、うん、本当におっしゃる通りそ、うん、それをそのなんていうの ずっと極めていこうっていうのはどういうことなの？いやあの本当にあの不要不急とおっしゃってましたけど、僕もそのことをずっと考えていてですね、あのコーヒーって別になくてもいいのに、なんでこんな人類は飲むんだというのが僕のライフワークというかずっと気になっていたことで、あの今あのコーヒーで世界で三番目に消費されてる飲み物なんですよね。なら水、お茶、そしてコーヒーなんです。そうなんですね。一日あの世界で二十五億二十五億杯か。 くらい飲まれてるという類型が出てるしコーヒー自体ほとんどお茶とかそうなんですけどお茶とあとチョコレートとかは同じ私工品飲料の中では紀元前からある歴史が残ってるんですね紀元前3000年とか2000年くらいからあるんですけれどもコーヒーに関してはなぜか10世紀なんですね5世紀くらいに出てきたそれが10世紀に飲まれてたというのが分かる文献が残ってそれくらいで比較的新しいんです。なんですけど コーヒーってあの、まあ、アフリカの、ねうん、エチオピアら辺で生まれたということを言われてますけど、うんまあ、その歴史を考えるとですねやっぱ1440万年くらいからコーヒーって実はあったんじゃないかという、うん、まああのー エビデンスも出てきつつあるみたいなですねそう考えてとコーヒーってだからもうとんでもなく長きにわたって人類の生活にあるわけです。で最初んか薬だったとかそんなことはあるわけあのそれに近い薬用効果のあるものとして使われてた時にはいおっしゃるとあのカフェインがまさにそうだと思われるんですけどカフェインかカフェインがあるんですんかそんな中でなんでコーヒー人は飲むんだろうなと思った時にやっぱコーヒーって あれればより良い人生を送れるものなんだと思うんですよ、ね、だからなんか服とかと一緒だと思います香りも含めて。香りも含めて。はいまあ、コーヒーがある生活というのが豊かな生活、まあ、よりより良く生きたいという、うん、まあ人間の根本的な願望に沿った飲み物なんじゃないかなというふうに思ってます。じゃあ、はい、紅茶として本当はもっとなんかこう優雅に飲みたいなっていう。 願望がどっかにあるんだよな、俺らの中に。うん、<laughs> ただ、いろんなシチュエーションに沿うべきものだと思うんですよ。だから、さっと飲みたい時もあるし。まあ、ね、はい、まあでも、そんないろんな隙間に、えー、コーヒーって存在できる飲み物なのかなと思います。いや、でもね、こう、日本なんかに定着して、コーヒーって。もう、本当に、そんな昔は定着してなかったもんね。あ、うん、はい、もうおっしゃる通りですよ。はい。 そんんななになんかす、まあ、喫茶店があっても味にこだわったコーヒーなんてことを言うやつはいなかったわけだから俺たちの時代は今さコこヒーあのさ街で売ってるじゃんコーヒー、はいはい、はそれの、まあ、どれを聞いたらいいのかねクオリティの高さなんかこう、はい 例えばコンビニのとかそういうことで100円110円120円で飲めるじゃないですかあれ美いしく頂いてるんですよねいやあれもうめちゃくちゃレベル高いですから日本のコンビニコーヒーあとファストフードのコーヒー世界でも最もレベルが高いと思いますね。 え、それはマックも全部含めて、もう全部含めて、コンビニも含めて、はい、もう各社めちゃくちゃレベルが高い。そんなのも全部。全部含めてですね、はい、日本のやっぱり飲食店のレベルの高さ、まあコーヒーを含む飲食店のレベルの高さ、は僕は本当。海外にかなりの頻度で行くし、海外のお客様ほとんどなんで、まあよくいろんなマーケット見るんですけど、もうダントツです。本当は。 どこが一番うまいって聞きたいんだけどそれがねちょっとらどう、ね、それはちょっとだ <laughs> なんか聞いちゃいけない、まあね、聞きは井崎さんだから、はい、これは多分素直に答えてくれると思うんで、うん、あそこですよってね、うん、<laughs> <laughs> だけどそれはちょっとねあの口出しちゃいけないなっていうふうに俺はちょっと思ってるんだよね。あ で,後でこっそのあとでまたラジオで言う <laughs> ダメだろ <laughs>、ね、そんなことしちゃうねはい,はいそれで今回の本ですけど「コーヒーは世界が変わる毎日が変わる」ねえー「教養としての」ってタイトルついてるけどこれどういう意味 教養としてのコーヒーという本なんですけれどもコーヒーというものはですね世界中で飲まれている飲み物なんですね先ほど言いましたけど1日25億杯くらい飲まれてて飲めない国がないすなわちアルコールだと飲めない宗教があったりしますけどイスラム教だからイスラム教だめなんですでもコーヒーって実はそういう縛りが全くなくて世界で一番普遍的で平等な飲み物だというふうに僕は思ってるんですがやっぱそのコーヒーというもののえっと なぜまあ人類がコーヒーに取りつかれたのかっていうのをあのまあ言ったらまあ一つずつの紐解いていくとまあそこには歴史があって地理があってそしてまあいわゆるまあ世界史全般があってそして思想があってビジネスがあってというまあいろんなあの複合的にその一般教養が学べるということに気づいてですねまあそれをえまあたくさんのね先人の方の,まあのまあ資料だったり文献というものねしか読み解いてまあ自分なりに編集して書いた本がまあ教,養教養としてのコーヒーということでございます。 なるほどね、はい、えとどのくらい時間かかって書いたのこれ,これですか、うん、結構かかりました結構かかったと思いますあのやっぱり文献を調べるのにかなり時間がかかるんでかなりかかりました半年以上はかかってるんじゃないかなうんそうなんだこの第4で「知る人ぞ知るコーヒーの現在」っていうところにさはいあの ここれちょっとこれちょっとどんな後味がまあそれは好みなのなんかでも後味って、はい、例えば何甘みが残るとかあ苦みがの、はいろ<々>、はいろそ,そ,それ綺れに残っていくコーヒーがやっぱしいいの。 そうですねい,、うんまあ、いわゆるこう雑味がないものがいいというふうに言われてます冷めた時にどういうふうに口の中に残るかということですねミルクは入れて飲んだほうがいいの入れないで飲んだほうがいいのお好みですね砂糖は砂糖もお好み蜂蜜は蜂蜜でもでも OK です <laughs> <laughs> いやいやいやヨ,ヨーロッパのテレビ見てたらさ、はい、ビジネスマンがさもうそういうとこで買っていつも蜂蜜を入れて飲むんだみたいな話が出て<ー>こだわりがある方がいじゃないですよ蜂蜜かよとかちょっと思ったんだけど <laughs> <ー>そうですねこだわりある方多いですよ、うん、なんか例えばイタリアとかだと、うん、あのバールっていうところにさっと言ってエスプレッソ飲みますけど、うん、ティースプーンを僕は1杯半しか入れないみたいな。うんうん で入れたらちょっと置いてからかき混ぜるのか、うん、それともかき混ぜないのかみたいな飲みみ方の流儀ががあるみたいいな人がいますねそうかでもな,こうなんかこうどういうふうに飲んだらいいのかなって思うよね、うんまあ、例えば優雅に飲みたいけどそんな時間もないじゃないだ気軽に車の中にポンって置いて俺は来る途中飲んでたりするんだけどまあこのコーヒーは女の人はあんまり あんまり飲まなくない？そんなことない？いや飲みますよ。そう多いです。多いです。あの女性の方が実はあの家庭でかなり入れたり飲んだりしてたり、まああの職場でも飲む方結構多いんで、でも結構こだわるんですよね。ああ。下がバカな人たちはどうしたらいいですか？いやそんなまあその下がバカっていうのはないと思うんですけど、あのまあ自分の好きなものを好きなようにスタイル持って飲むのがかっこいいと思いますね。 スタイル,、ね、スタイルまあ自分はこれがいいんだっていうことを言える人の方がやっぱりそのかっこいいですよね。うんうん だからもう俺はもうコンビニコーヒー1本みたいなかっこいいじゃないですかそれもスタイルそれもそうでまあそれをちょっと進化させていくと俺はもう深入りの苦いストロングなやつがいいんだストロング1本みたいなそういう飲み方でもいいですしお時間来てしまったんですけれども井崎さんの本のご紹介です世界のビジネスエリートは知っている教養としてのコーヒー SB クリエイティブより1760円で発売中ですはいえ えー、いつ出したの これはですねいつだったかなもう本当ついでも売れてますねもう三りになってるからねすごいもうあのすぐに重版かかりましても三冊目になりましてあの書店の平積みのビジネスエリアとかでは見れると思うんでぜひ手三月に発売されたんですねはいあのコーヒーも美味しく頂戴しておりますはいありがとうございますえ今日のゲスト世界一のバリスタでいらっしゃいます伊崎秀則さんでしたありがとうございましたありがとうございました。